皆さんどうも、シュメルです。今日はですね、こちら、まあ、にやけてしまうのも当然ですね、Pixel 6 Pro 届きましたんで、こいつの開封動画をね、作っていこうと思います。まあ、残念ながらですね、私、Pixel 6 Pro も同時に頼んだんですけれども、ちょっと発想がね、遅れておりまして、それは届いていないんで、まあ、それはですね、届き次第、またね、開封動画作っていこうと思います。それではね、やっていきましょう。それでね、いつもの開封に移る前に言っておきたいのは、こいつの発熱問題について先にね、話していこうと思います。皆さんも一番気になるところで だと思うんだけれども、まあ、まだね充電もしていないしあの開封してからですね数時間しか触っていないんだけれども室温がですね、まあ、22度から23度ぐらいの私の今のねこの時期の部屋で今のところ展示品のような異常な暑さ発熱っていうのは一切見当たりません。でねねこれに関しては、ね 本当に良かかったたですししし私も、ね、かなりホッとしましたまあ基本的にですね初期設定の時にこうアプリとかを大量にインストールしてさらにそのインストールしたアプリをアップデートをかけるんですよね一斉にだから端末ってね大体結構熱くなるんですけれどもまあ大体ねこの端末の熱さっていうのも他の android 機と、えー、やった時にですね同じことまあ同じぐらいの熱さしかなかったんでまあ、そんなにね発熱がこう暴走してるってことは、まあ、まずなかったのでこれはね良かったっていうことを先に言った おきましょうで一応ですね発熱の実験とかに関しては後日また行いたいと思いますはいそれじゃあねここからはいつも通りデザインをね見ていきましょう、まあ、私はですね今回 android 12のコンセプトであるマテリアル U をね意識したこのかわいいですねグリーンの色にしたんですけれども正直ながら30代の男が持つにはまああまりにもね可愛すぎる、えー、綺麗なパステルカラーの色なんでまあ年相応かと言われれば、まあ、残念ながらねもうそういう年ではないんですよね なのでまあ大人な色をね選ぶのであればシックな黒色っていうのが、まあ、一番無難でいいんじゃないかなっていう風にね思います一応ね家電量販店ではモックなどがあの全色置いてありますので購入前にですね確認されればいいんじゃないかと思いますそれでねやっぱりこのカメラ周りのバンプに関してはと言いますとそれはねもう見た目すぐに目立ちますしまあちょっとね分厚さもねめちゃくちゃ分厚いんですね一応ね簡単にこう定規を当てて測ってみると 1.3cm から 1.4くらいの厚みはありそうなな感じなんで人によってはですねもう完全に強ざめと言ってもいいぐらいの分厚さはあるかと思いますであとですねこのカメラの部分には曲面の部分とカメラのガラス部分の境目がねあるんですけれどもそこがねくっきりと目でねはっきり分かりますんで正直この辺もですねちょっとなというふうにいろいろ思ったりもします まあ一応、ですねケースをつけますとその境目っていうのはね見えなくなりますしあと、このねバンパーカメラのおかげもあってですねテーブルに置いて使う際には肩、えー、付きっていうのからですね完全に解放されますのでこれはね良かったです。であとです、ね、背面のガラスはゴリラガラス6になっていますあの前面のディスプレイはねゴリラガラスビクタスですけれども背面は6ですね。で 重さですよこれね 207g ありましてまあ普通にですねずっしりと重いなっていう風に感じますからこの辺はですね多少の覚悟が必要だと思います。 じゃあ次はですね、処理能力の性能を測る Geekbench5 のねスコア見ていきましょう。これがですね、シングルが1037で、マルチが2936になっていて、まあスナップドラゴン888の Galaxy S21 と比べますと、マルチでね、少し劣っているんで、まだまだですね、チューニングが洗練されていないかなっていうのがまあ証明されているかと思います。でもね、7万5千円のスマホとしては、これだけ処理能力のですね、CPU のパワーがあれば、十分すぎるかなとは思います。で次はですね、3D マーク、 のベンチマークですねワイイルドライフのスコアを測ってみましたでこれがですねピクセル6が6974でギャラクシー S21 が5772ということで、まあ、これね私あの 3D マークのスコアって初めて測ったんでこの差がどれだけすごいのかちょっと認識はしていないんだけれども 3D マークっていうのはですね基本的には GPU の、えー、性能を主に測ると言われているやつですねでこれが1200近くもあのポイント差あるんで 結構な差が開いてるんじゃないかなというふうに思います。なので 3D マークをベースに考えると Pixel 6の GPU っていうのは結構いいものがあると思いますね。 で次にね、ディスプレイなんですけれども、6.4インチのオーレッドディスプレイで、90Hz のリフレッシュレートで HD、で、ル h d プラスの解像度で、前面はですね、ゴリラガラスビクタスを載せています。でね、画質はね、本当に良好ですね。もちろんね、このレベルのスマホであれば、当然ね、ディスプレイが綺麗っていうのはもう今のところね、普通のことなんで、別に驚かないんですけれども、ピクセル 5A よりかはですね、少し上のレベルかと思います。 ただね、画面の最大輝度がですね標準輝度で最大500ニッツと今のところ言われています。まあ、これはね、交渉の数値ではないんですけれども、あのこの辺はですね、あのレビューの時に必ず詳しく報告します。おそらくね、屋外ではこの輝度レベルではあの確実にですね、暗く感じるんじゃないかなというふうに、ね、予想しています。では最後はね、スピーカーの比較をしていきます。 はい、ここからですねスピーカーの評価をねしていくんですけれども先にね言っておきたいのは、まあ、ちょっと残念だったなとがっかりしたなっていうふうに思いましたねあのピクセル 5a と比べてですね本当に1ランクどころか1.5ランクぐらいピクセル6のスピーカーの質って 落ちますあのカテゴリーではですね完全に Pixel5A の方が弟分で下のランクなんだけれどもあのその 5A よりもですね全体的にですねあのリッチな音の厚みっていうのがもう圧倒的に劣っているしあの特にですね低音のえ少し強調する特徴がありますそ Pixel シリーズのスピーカーなんですけれどもそういったものがですね一切なくてですねあの低音がですねぼやけて若干ね締まりのないまあ何て言うのかな うん、低たらくな低な音という感じがしますで、ね、次に中音に関してもですね少しだけなんですけれどもピクセル 5A よりかは張りがないんですよねあのちょっと、ね、0.2歩3歩ぐらいですねあの遠くにいるようなボーカルの聞こえ方がします。 ま、しかしですね、この女性ボーカルに関しては少しこう、あの、声が高くなるので、その辺がですね、このスピーカーですね、ピクセル6のスピーカーとうまくマッチしていて、女性のボーカルの音は、まあまあまあよく聞こえるかなというふうに思います。じゃあそれだったらね、高音もよく出てるんじゃないっていうふうに思うかもしれないんだけれども、残念ながらですね、その辺もまたややこしくてですね、シンバルの音とかが結構ね、あの、クリアに聞こえる一方で、 ちょっとね、やや刺さり気味だなっていう風に高音も感じているんで、正直ですね、あの全体的な音質としては、うーんという風になってしまいます。まあ、ただね、7万5千円のスピーカーとして考えれば、まああの落第点を与えるほどじゃなくて、まあ、標準的かなっていうふうに思うんで、まあ、がっかり するほど、まあ、ちょっと私の期待値が高かったからね、あのピクセルシリーズって今まで音良かったんで、まあそれよりかは圧倒的にちょっと落ちちゃったっていう風に思います。まあ何よりもピクセル 5A よりかはあのスピーカーの質が落ちたっていうのがめちゃくちゃ残念でした。 まあ以上がですね今回の Pixel6 の開封の内容になるんだけれどもいつもはね、レビューする際に1週間以上時間をいただくんですが今回に至ってはですね4日かまあ5日後ぐらいにはレビュー動画を出します。な、ま、ん、あ、でかというと11月7日までに1万6000円分のえ Google ス t o クレジットを受けられるプロモーションがですね、しまっちゃうので終わっちゃうのでそれまでにですね皆さんあのどういう端末かっていうのを知りたいと思いますから、まあ、できる限りですね、早めにいつもとは違う ってレビュー動画出そうと思いますので、えー、数日後ですねまた私の動画を見に来ていただければなと思っております今回もご視聴いただきありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょう